は5時半になりました。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は4月の23日、日曜日、毎週5時半からのつながるラジオ、今日は第4回目になりますかね。はい、お届けしていきたいと思っております。この番組はですね、収録の放送なんですけども、YouTube でご覧いただいている方はちょっと私が今どこにいるのかっていうのはね、後ろにちょうどですね、今桜がずらーっとこう並んでいるところからちょっと今日は撮影をさせていただいております。今私はですね、青森県の弘前というところの弘前公園の中におりまして、今日その収録日がですね、ちょうど今は4月の14日なんですけど、ちょうど満開を迎えたということで、弘前公園の桜はテレビなんかでもですね、紹介されるぐらいな、結構こう有名な桜なんですけども、せっかく私も弘前住んでますし、こうやって沖縄でですね、ラジオ番組を持たせていただいてるっていうことなので、少しでもですね、ちょっとこう桜の雰囲気を味わっていただけたらなというふうな思いで、弘前公園やってまいりました。はい、ラジオだとね、なかなか伝わらないと思うんですけど、ぜひちょっと YouTube もですね、ご覧いただけたら嬉しいなっていうふうに思っております。はい、今日はですね、ちょっとこの弘前公園の中を少し、回って、今のこの桜の状況というか弘前公園の桜を皆様にもですね、ラジオでどれくらいお届けできるか分かりませんけども、こちらからお送りしていきたいなというふうに思っております。はい、それでは早速始めていきましょう。この番組はですね、弘前、アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、毎週日曜日5時半はつながるラジオのお時間です。改めましてお相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、今日はこの弘前公園の桜をお届けしていくっていうことなんですけども、よろしければですね、メッセージなんかも募集しておりますので、ちょっとご紹介をしていきたいと思います。メッセージのメールアドレスですね、797@fmgino1.com、797@fmgino1.com、こちらでメッセージお待ちしております。またこの番組はですね、 YouTube でもネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加していただければと思いますね。特に今日はですね、ラジオではあるんですけども、ちょっとこう桜のご紹介をしていくっていうことなので、もしよろしければですね、 YouTube の方もご覧いただくと、動画でですね、見ることができますので、桜の様子、ご紹介していきますので YouTube ぜひご覧ください。あと FM ギノワンさんもですね、 YouTube のチャンネル登録もね、ぜひお願いします。そしてサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリのリスラジかマイチューナーラジオダウンロードしていただきましたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、ご視聴のしやすい環境に合わせて番組にご参加お待ちしております。はい、ということでですね、弘前公園の、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、この弘前公園の弘前桜祭りっていう祭りのですね、ご紹介をちょっと簡単ではあるんですが、していきたいと、思いますね。うん。まず、弘前公園のこの桜祭り、桜はまず何本ぐらい一体あるのということなんですけど、今この弘前公園っていう中のものの弘前城があったですね、もともとこの天守閣があって、津軽の殿様が住んでいた場所になりますけれども、この弘前、今公園になっております。弘前公園になっております。この公園の中にはソメイヨシノっていうですね、桜の品種、こちらを中心にしてしだれ桜、八重桜など52種類2600本の桜があるということなんですね。
52種類も桜に種類があるっていうことも実は私も初めて知ったんですけど、あ、そんなにあるんですね。ソメイヨシノがだけでも確か1600本ぐらいあるって確か聞いたことがあるんですけど、すいません、不確かな情報です、すいませんでもまあトータルね1600本の、52種類桜があると。で、ソメイヨシノの場合はですね、樹齢100年を超えた老木、まあ、あんまりこうソメイヨシノって、ね、長持ちする品種じゃないらしいんですよね。だからこう樹齢100年を超えてるっていうのも結構珍しいっていうような話も聞いたことあるんですけど、そういった、ね、老木でも一つのこう木から、こう咲く花の数、まあブドウでいうとこう房の数みたいな感じですよね。なんかこういくつブドウがついてるかみたいなあの 花のこう房の数っていうのが、まあ、4個から5個ぐらいつくらしいんですよ。これが結構多いっていうのが特徴らしくて、なのでこう満開のこう枝を見ていると、こう桜のこうボリューム感がすごくあるっていうことでですね、すごく綺麗だっていうふうにこうおっしゃっていただいてる理由の一つになってるんですよね。こうどっしりと咲く、桜ですというふうなことも言われたりしてますね。で、これがですね、これも特徴的だなと思ってるんですけど、じゃこの100年を超えたソメイヨシノとかの桜の木をですね、どうやって維持していくのかっていうことがやっぱり大変なところの一つでもあって、で実はこの弘前市にはですね、この樹木医って言われる桜のお医者さんがいるんですよね。木のお医者さんがいらっしゃって、今桜森っていうふうに呼んでるんですけど、3人いらっしゃるということなんです。でも3人の方がですね、今この桜のシーズンはもちろんのこと、桜が咲く前から、またこの桜が散った後、冬の間、ね、一年中ですね、この桜の木の一つ一つをですね、こうメンテナンスして、まあ、枝をどのように切ったらいいかとか、どういう風な処置をしたらこの桜が、元気になるかとか、いろんなことをこう、まあ、診察診断をしているような、そんなことをやっていらっしゃるんですよね。そういった桜の管理っていうんですか、木の管理っていうことも、まあ、日本一にたるゆえんだっていうふうに言われている。その管理だけでも結構日本一なんじゃないかっていうふうにも言われたり、私なんか思っちゃいますけどね。はい。地元にいるとですね、そういった桜森って言われるその樹木の先生たち、よくテレビなんかでもですね、この桜が咲く手前の時なんか取り上げられたりなんかもしていてですね、非常に有名な方というふうな感じですね。そういう、陰ながらご努力を持って、桜っていうのはこうですね、まあ、毎年毎年綺麗な花をつけていると、そんな、広い声の桜ですということですね。で、この弘前公園は、まあ、桜、春は桜が有名なんですけども、弘前市でいうとこの春夏秋冬、それぞれ祭りがあります。今は春は桜祭りですね。で、夏は弘前ねぶた祭りっていうですね、青森市でやってるのがねぶたっていうふうに、まあ、濁る、ねぶで濁る祭りなんですけど、弘前市でやってはねぶっていう感じで、濁らないね、丸の方のねぶた祭りっていう、ちょっとこう似たような名前なんですけど、中身の内容、祭りの内容が全然違うっていうね、この夏はまた面白い時期になります。全国各地からいらっしゃるのが、こう青森市のねぶた祭りで、弘前とかですね、周辺の市町村、いろんなところでもですね、同じように、ねぶた、たくさんやってるんですよ、実は。なので、同じ時期に開催しているので、ぐるぐるいろんな祭りを回って歩く、そんなこともできる、時期になってますね、夏は。はい、秋は、あとは紅葉を楽しむことができますし、あと冬は、雪祭りですね。弘前城雪灯籠祭りということで、雪の雪像を作ったりですね、そんなことをしていて、まあ、春夏秋冬いつ来ても楽しめる祭りがあるっていうのもこの弘前市の特徴ですし、まあ、この周辺市町村のですね、中の見どころがたくさんあるというのがこの青森県の特徴にもなっているということですね。はい、今はちょっと4月なのでこの春、弘前桜祭りを
ちょっとこれからご紹介をしていくという感じでお送りをしていきます。はい、さて、まあですね、長々とちょっと説明ばかりしているのもあれですので、早速ですのでですね、ちょっとこう、YouTube をご覧のいただいている方は YouTube の動画をご覧いただくと、実際の、模様ですね、取材模様といいますか、そういったのをご覧いただけますので、そちらもご覧いただければと思いますし、なるべく、ラジオだけの方は分かるように私も解説をしていきたいと思いますので、はい、それでは中身の方ですね、ちょっとご紹介していきたいと思いますので、はい、YouTube の方はどうぞご覧ください。ラジオの方はこのままお聞きください。はい、ということでですね、祭りがですね、ちょうどこの収録日は、祭り弘前桜祭りが開幕するちょうど前日なんですね。もう前日にもう満開を迎えてしまったということになっちゃったんですけど、この満開の桜のところからですね、今日はお届けをしていきます。弘前の桜をですね、少しでもお楽しみいただけるようにちょっといろんなところをこう撮影もしてですね来ましたので、YouTube のですね、動画も合わせてご覧いただきながらお楽しみいただけたらなと思います。はい、それではですね、ちょっと弘前公園の中をお届けしてレポートしていきます。はい、はい、ということで、今こちら私は外堀と言われるですね、お城の周りのお堀端を歩いていますね。例年だとやっぱりこう外堀の方からこうやって開花が始まって、公園の中の方に、だんだん桜が満開していくっていう、まあ、外が最初に咲いて散っていくっていう感じなんですけど、今年はですね、不思議と、外も中も同時に満開を迎えてしまったというそんな感じになってます。はい、外堀もですね、こうやってずらずらーっと、たくさんの桜、これはソメイヨシノかな、並んでいるような状態で、はい、とってももう、小ぶりですね、可愛い桜がたくさん咲いております。で、残念ながらもうですね、ちょっと散っている桜もあって、このお堀の水の上にですね、もうこの桜の花びらがバーッとこう溜まっているような、そんな状況も見受けられまして、私たちはこれを花いかだというふうに呼んでいるんですけど、まあ、そのいかだを漕ぐときにですね、花びらがこう流れていくような、そんな感じですね。で、こちらは北門口というところに私は今来ました。その北門口、別名亀の子門なんていうふうに呼んでますけども、この北門というのは1611年に、江戸時代がちょっと始まるぐらいですよね、本当に江戸幕府が始まるかぐらいに、まあ、建造された非常に古い建物になっています。弘前公園の中にこういった門はですね、いくつかあるんですけれども、その中でも一番最古のものということで、この門の中からですね、かなり大きいんですけどね、入って中に、公園の園内の方にですね入ってきます。はい、まあ、園内に入りますとですね、まあ、バーッとこう開けた視界になってまして、まあ普段だとですね、まあ、今日はこう桜祭りをやっているようなそんな状況ではあるんですけども、普段だとこう見晴らしのいいですね、広いこう公園っていうような感じで、まあ、市民の憩いの場になっているような、そんな場所になっておりますね。で、私は今ずっと、ですね、ピクニック広場と呼ばれるような、野原のですね、芝生が敷き詰められたピクニックもできますよとか、お弁当食べますよとか、私が小さい時は遠足でこちらに来てですね、みんなでお弁当食べたりとか、なんかそんな記憶があるような場所でして、ここにもソメイヨシノが植えられてですね、とっても綺麗なんですよね。ちょっとこれ祭りの前の日に撮ったものなので、まだ、ブルーシート広げる人とかなかったですけど、とっても綺麗でした。で、桜ですね、ちょっとこう YouTube の方とアップでね、今映してますけど、本当にちょうど満開に見頃を迎えた弘前公園になってますね。うん、本当こう広くてですね、サッカーコートで言うと2面分ぐらいはあるぐらいの広い野原なんですけど、本当に祭り期間中はもうやっぱここでお花見、ご家族連れとかですね、会社の皆さんとかですね、
ブルーシート広げて、お花見楽しむと、そういった場所になってまして、ここをね、やっぱりコロナで3年間ぐらいね、どうしても自粛っていうことだったので、今年はようやくそういった規制がすべて外れて、この弘前公園の桜祭りも園内飲食、去年までは部分的だったんですけどね、OK になりました。あとは今ですね、弘前城、お城のですね、石垣ですよね、石垣を積み直しの工事をずっとやっておりまして、ここの野原にはですね、この石垣も一回こう、ほどかれた石垣も積まれていたりもしてまして、非常に大きな石垣もありますね。小さい石もあればですね、本当大きいな、こう、ブルドーザーじゃないと、運べないぐらい大きな石も、今は保管されております。で、これ一つ一つにこう、ナンバーみたいなのが振ってあってですね、この後、この石垣をこう積んでいく作業の中で、また復元をしていく場所のナンバーだと思うんですけど、ナンバリングがされていたりとか、あとまあ普段見られないのはこう、外側だとね、石垣積んだ後の外側だと普通に見えるんですけど、当時のですね、やっぱ石切り職人さんが石を切ったこの跡みたいなのもですね、普段見られないの、そういった箇所、奥側の箇所も見れたりする。今はそんな見どころもあったりましてですね、石垣の工事も真っ最中、そんな感じです。はい。また桜の方に戻っていきましてですね、本当に、まあ、桜ってね、日本人みんな好きですからね、自分たちのところの桜が一番綺麗だっていう風に言う、おっしゃると思うんですけど、私たちもやっぱり同じような思いでして、弘前の桜はいいね、という風にですね、思いながら毎年迎えているんですよ。はい。園内ここだけじゃなくて花見が、お花見できるスポットたくさんあるので、まあ今これゴミ箱ですね。このゴミ箱もでかいです、すごく。はい。分別によって、でかいです。もうカラスがですね、待ち構えているような、もうゴミ早く持ってこいみたいな感じで、カラスが待ち構えているような、そんな状況でもありました。はい。そんなピクニック広場ですね、出まして、ちょっとこう、園の、公園内のですね、メインストリートの方に今から入っていくような形になりますけれども、まあ、メインストリートでですね、まあ、お店が並んでおります。まあ、屋台みたいですね、出店といいますか、いろんなもの、おでんやってたり、焼きそば食べられたり、ブラックウリとかあったり、そんなですね、出店がここから、ずらーっと並んでいく、そんなところの通りに入ってまいります。はい、こちらがその通りになってくるんですけども、もうすでにですね、準備万端で、もう今すぐ営業 OK みたいな感じなんですが、残念ながら私が行った日には、まだ営業してませんでして、準備を、最終段階というところだったんですけど、本当たくさんの店が並んでて、ね、何軒ぐらいあるんですかね。数えたことないですけど、150、200は絶対あるような気がしますけれども、はい。で、中にはこう、伝統的なですね、食堂。この前 TBS のね、安住さんの番組にも出てましたけど、山中食堂のね、お蕎麦なんでね、あ、TBS じゃない、NHK か。NHK でもちょっと取り上げられたりもします。山中食堂のお蕎麦、津軽蕎麦なんかもね、有名だったりもします。はい。で、定番の綿飴とかね、水飴とか、あとリンゴ飴なんかもありますしね、もう本当にワクワクするような、通りですね。で、私が小さい時からですね、ずっと昔からあるのはこのお化け屋敷なんですよね。もうやっぱり皆様のこうあれですかね、縁日とかにもあったりしますかね、お化け屋敷。本当に小さい時からお化け屋敷、弘前の桜祭りになるとこうやって、遠くから出店しに来てくれてるですね。まあ、お化け屋敷、私、お化け怖いって入ったことないんですけど、必ずこの場所にですね、本当に何十年も前からこの場所に必ずお化け屋敷があるという、ね、多分私の場合一生入ることないって終わるような気がしますけどね。はい。お化け屋敷もあります。ということですね。あとは昔はね、モーターショーとかね、今はちょっと来なくなっちゃいましたけど、そういう、バイクのね、ショーをやってたりとか、そんな出店もあったりですね、巨大迷路があったりですね、まあ、食べ物だけじゃないっていうね、輪投げもあったりとか、そんな射的もあったりとかですね、この遊べるスポットもたくさん盛りだくさんと、そんな感じです。はい。
本当ずらーっとですね、こうやって出店が続いていくようなそんな通りを、からちょっと場所を変えましてですね、私は今ということは西堀というところですね、今やってまいりました。ちょうどこのお堀端、のお堀の続きなんですけど、西の方のお堀で、ここはこうボートを漕いでですね、桜を見ることもできますよっていう、ね、手漕ぎボートもあるそんな西堀になってます。で、特徴的なのはですね、まあ、桜のトンネルなんていう風に呼んでたりもするんですけど、左右、まあ、どちらからもこう桜がですね、どこまでも続いていくという桜のトンネルって言われるんですね。はい。で、ちょっとこう伺った時は昼間に伺ったのでなかなか分かりづらいんですが、この西堀のお旗にですね、ずらーっとこの桜が並んでいるところ、フォトジェニックなインスタ映えスポットで、インスタでもホームページでも検索していただければ必ず出てくるようなそんな場所になっているんですけれども、夜がですねとっても素敵なんですよ。ライトアップされているされてですね、この上には桜あって、下にもライトアップされた水面にですね、この桜がまた映り込むっていうのがですね、非常に綺麗な感じになってます。はい、ぜひご覧いただければなと思います。で、私は今度ですね、今桜のトンネルの中の方に入ってきました。はい。まあ、ここはですね、もう本当デートスポットと言いますか、本当にですね、若者とか、まあ、もちろん家族連れの方もですね、たくさん、こうやってこう桜を、こう中を通って、子供さんなんかも非常に喜ぶ場所ですよね。ここも夜非常に綺麗です。夜桜がですね、綺麗です。全部ライトアップされててですね。で、ここだけが、この、当日、私が伺った当日はですね、一応七分咲きっていう風な話だったんですけど、まあほぼ満開に近かったですね。この辺りが一番遅く咲くっていう風に言われている場所なんですけど、はい、もう桜、ちょっとね、やっぱり少し散り始めというか、まあ花びらが舞っているような、そんなところですね。はい。で、ここにはベンチもですね、たくさん用意されていて、まあ、ここでお弁当を食べる人もいたりですね、まあ、桜が咲いてない季節は、ちょっとこう読書しに来る方もいたりですね、サイクリングをしに来る方もいたりなんてですね、本当にこう市民が、ちょっとこう休みに来るような、ちょっとこう息を抜きに来るような、そんな場所になってますね、この西堀という場所は、うん、私も大好きな場所でして、年に何回かはやっぱりここに桜が咲いてない時期でもですね、伺うようなそんな場所になってますね。まあ、ずっとこの桜のトンネルですね、だいたい、まあ、縦の長さは500メートルはないぐらいだかなと思いますけれども、ずっとこう続いていくんですよね。で、ちょっと撮影できなかったんですけど、この西堀付近ではですね、ハート型に見える桜があるなんていうですね、そんな場所もあってですね、私実は弘前市民のくせに今その場所がどこかは今まで知らないんですけど本当に上から見上げるとですね、ちょっとハート型にくり抜かれたような桜の木と桜の木が重なって、それがハート型に見えるそんな場所もあってですね、そこもよく若い子が、必ず写真を撮りに来るようなですね、そんな場所になったりする、これ西堀、確か西堀だと思うんですけど、すいません、ちょっと間違ってたらごめんなさい。はい。詳しくはホームページをご覧いただければと思います。困ったらホームページに誘導しちゃえっていう、ね、安易な考えですいません、本当に。はい、本当ね、どこまでも続いてます。はい、この桜西堀ですね、ちょっとこんな波に綺麗なんですよ。で、ここ今祭りのね、前の日だったんでちょっと人少なめですけど、祭り開催期間中はもうこった返してますね寿司詰め状態に、なってってるんじゃないかなと。ゴールデンウィーク期間中までね、弘前公園の桜は本当は楽しめるんですけど、今年はもう全然楽しめないですけどね、ゴールデンウィークの人出が、トップ3に、全国のトップ3に入るようなそんな場所になってますかね。はい。で、これちょっと桜のね、木をちょっとズームアップしてみました。はい。まあ、桜の木すごくですね、まあ、樹齢100年を超えているので、幹もですね、年季が入っているんですよ。割れてるようにね見えたりもするんですけど、こういうのも全部
あの桜森と呼ばれるその樹木の先生ですよね、樹木医の人たちが、メンテナンスを一本一本してですね、接ぎ木をどうやったらうまくいけるかなとか、なんかそんなこともですね、長持ちして、まあ、綺麗な桜が咲くようにみたいなことをやってます。はい、ということでご覧いただきましたけども、いかがでしたでしょうか。ご覧いただいたってあのラジオだとねわからないんですけど、あのお聞きいただきましたけどもいかがでしたでしょうか。はい、まあ結構広くてですね、弘前公園ってまだまだお見せできるところたくさんあるし、肝心要のですね弘前城っていうお城を全然今回撮影してこなかったというかご紹介していませんので、あのぜひですねホームページなんかでもチェックいただけたらなというふうに思うんですけど、まあ、こんな感じでちょっと雰囲気でもですね少し味わっていただけたらなというふうに思っております。はい、もう今私はですねこの野原にですね一人ポツンといて、何者にもないカメラに向かってですねこうやって喋っているんですけど、ここも結構すごいところでして、あの背景後ろ桜がですねバーッとこう千本桜のようにこう並んでいるんですけど、実はこれ、カメラをぐるーっとちょっとこう回していくとですね、もう360度、360度こうやって桜がこのようにですね、ラジオはこのようにって言われても分かんないと思うんですけど、それで360度こう、はい、桜で囲まれている、そんなところにからお送りをしてまいりました。はい、まあ、つながるラジオ、まあ、こんな回もねあっていいのかなというふうに思ってですね、まあ、第4回目にしてもう早くも挑戦をしてしまったんですけども、どれくらいラジオで伝えられたか分かりませんが、弘前の桜、ぜひですね一度は見に来ていただけたら嬉しいなと思ってますので、はい、YouTube とかこのラジオを聞いてですね、人たちにちょっとご興味持っていただけたり、青森県に興味を持っていただけたらなというふうに思っております。はい、ということで、はい、あっという間のお時間でしたが、また来週ですね、毎週日曜日5時半からつながるラジオをお届けしておりますので、また来週お会いいたしましょう。はい、じゃあ満開の弘前公園から今日はお届けいたしました。それでは皆さんさようなら、ありがとうございます。